ちょ、こんにちは。さあ、月刊の来ました、毎月恒例監督総評、もう終わりですよ、ね、9月か、9月なので、まあ終わりというか、ね、最後の月ですけれども、まあ、9月になるとさ、はい、いろいろこう難しくて、優勝が決まると方向転換するとか、まあ、いろいろあるんだよね、はい、だから非常にこの総評というのは俺が偉そうに言っていいのかみたいな感じはするけどもね、はい、でファンの方も皆さんそれぞれがね、監督みたいな思いでやっぱり見てるので、みんな監督だよな、みんな監督だよ、ね、監督であり GM だよなそうなんですよ、ものすごく偉そうなコメントも来るからね来ますねお前何もんやみたいないや本当ですね、大丈夫かお前の思考はみたいな面白いですよね、面白い、ね、面白いですけども、じゃあまずセ・リーグ阪神の岡田監督、まあ、9月というと優勝ということになりますが、まあこれはよくね、はい、ただ岡田監督に電話した時には、うん、いや鞭入れることもなく勝手に走り出したわみたいな、うん、だから非常にあの監督自身も満足されてると思うし、はい、選手がね本当によくやったと思うし、うん、だからこれはもういいと思う、優勝してからは、はい、岩崎と田口がね西武で並んでて、いやこの試合は勝たなあかんやんって、うん、なんでかって言ったらもう西武の争いをして、はい、やっぱり岩崎に取らせてやりたいとか、はい、まあ、村上をね登板させて規定投球回数に生かしたりだとか、はい、中野とか大山の出塁率とか、はい、まあ、近本の盗塁とか、まあ、いろいろタイトルに絡んでる選手がたくさんいるんだよね、うん、それを本当に全面バックアップして背中を押してあげてるっていうのは、はい、もうすごくいいと思うですよね、それと勝も入れるしね、確かに森下に森下ターゲットになってる今、そうですよね、もう岡田監督のおもちゃみたいになってるなんであのフォアボールの、ね、ボール球あんなにブリ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 振るんだって言われちゃってますけどね、やっぱりそういう子はクライマックスのファイナルに向けて調子を落とさせないようにっていう気を緩めないっていうところなんですか、まあ、例えば確固たるこう実力者である近本とかね、はい、疲れを取るために外し出したりもしてるし、うん、だけど森下っていうのはルーキーでね、はい、これからのまだ選手だしね、まあ、そこには厳しく当たったりだとか、うん、やっぱこうメリハリがあるよね、だから見ていて、あ、まあさすがだなというようなことは感じるよ、うん、そうですね、あと、それと自分もね、はい、そうやって厳しく言うだけあって、うん、厳しく練習も見てるよ、うん、しっかり見てる、だから選手も抜けないし、言葉に重みをね一つ一つ感じてると思うよね、そうですよね、うん、あとあの才木投手が10勝2桁にいけないっていう、はい、援護点が、はいはい、才木投手じゃないときにやっぱりコメントで才木投手の10勝というのはかかってるのに、野手は何をやってるんだっていうのをきちんとこう言うっていう、先ほど各選手のタイトルを取らせてあげたいじゃないですけど、そういう親子、まあ、勲章とかね、まあ、10勝というのはピッチャーの勲章だって言われてて、はい、才木がするかしないかは今後大きな財産に佐々木のなってくるし、はい、だからまあそこら辺の後押しっていうのは本当にしようと思ってるだろうしね、才木の腹の内を岡田監督が代弁したみたいな、はい、何やってんだよ野手みたいな代弁してくれてるっていうことは、才木はその一言で、まあ、報われてると思うしね、本当そうですよね、いやだから、まあ、次も頑張ろうっていう気にはなる、ありますね、はい、やはりね9月は優勝してあれも達成したので、やっぱり岡田監督9月いい月だったなっていうふうに、うん、でも岡田監督自身が気を緩めてないね、勝負ごとに対して、はい、やっぱり緩んだものを締め直すっていうのをよく分かってる、うん、だから本当にずっと練習も見てるし、はい、だから素晴らしいなと思うね、さすがの監督ですね、さすがだね、はい、2位カープの新井監督です、はい、やっぱね主力が前半いなくてね、うん、非常に苦しんだ時でも、はい、愚痴を言わないね、明るいポジティブですね、いる人間で何とかしなきゃいけないんだと、で帰ってきた時にはやっぱりみんなで戦うんだという、まあ、そういう姿勢は一貫して崩してない、はい、まあ、それがやっぱクライマックスを決める要因にもなったしね、うん、で治ってきてからはやっぱそういう風な選手を使いながら配置替えをしながらとか、うん、まあ、いろいろ苦労はしたと思うし、ただピッチャーが9月の頭っていうのはそんなに良くなかったんだよね、みんな総崩れというかさ、はい、だけどやっぱこう調子を戻すまでこう我慢したというかね、で新井監督も、まあ、島内に対しては親心があるというかさ、どこだか完封ペースで行ってたのに8回だったかな、2アウトから下ろして島内に行かしてホールドポイント、
をつけさすとかいうね、はい、やっぱそれなりにやっぱりこう選手のことも考えで個人的な記録みたいなことも考えながらやってるから、はい、やっぱりこう選手としてはすごくいい気持ちではね、うん、まあできるし、やっぱこの和というものは素敵なものをやっぱ作り続けてるなっていう感じはする。そうですよね、うん、いやでもね、就任まだ1年目だったんですけれども、やっぱ一つの何か荒いチームというものを何かこう作って、9月もそれをこう集大成というかできてるのかなっていう感じはしますね。ただその小園のチームにしなきゃいけないと思うんだよ、将来的にはね。あ、はい、だけどその小園をセカンドにやったりとかサードにやったりとか、やっぱショート固定でやらせてやった方がいいと思うんだよね俺は。その方がその打席でもいい結果につながる。まあまあそうだね、うん、まあ、その方がいいのかなっていうふうに思うよね、うん、確かにショートに使いたい選手矢野っていうのがね、うん、いて、まあ、抜群の守備力、それと肩っていうのが強くて、はい、使いたいんだろうけども、やっぱチームを作るという意味では、まあ、その選手も使うなとは言わないよ、他で使っても全然いいんだけど、小園はやっぱ固定でいった方が俺はいいのかなっていうのは個人的には思う。うん、ちょっとそれを感じたってことですね、うん、だから他はもう全然ね、素晴らしい采配もしてるし、はい、あ、いいと思うけどね。そうですね、はい、さあ DeNA の三浦監督です。9月いかがでしたか。まあ、苦しんだな。まあ、苦しんで一つ一つ先には行ってるなって、一歩一歩だけどもちょっと野球感を変えていってるのかなという。で、馬なりで行くときとやっぱ厳しく行くときとやっぱあるんだよね、監督の中で。で、馬なりでやるときっていうのはもうとにかくやんなさいやんなさいやんなさいでやるんだけども、悪いときにはさ、やっぱ背中を押すことっていうのが前半はあんまり見られなかったんだよね、9月の前半。うん、まあ、例えば一塁出たランナーがそのままスリーアウトを取られるという、いやいや、もう CS 争ってるし、まだまだ2位もチャンスがあるんだから、なんでここでもうちょっと仕掛けないのとか、うん、っていうことが目についたんだけども、やっぱジャイアンツ3連戦の時にはやっぱピッチャー交代にしろ、その野手の動かし方にしろ、やっぱそこら辺はすごく厳しくやったし、だからメリハリを作るからいいのか、一貫して俺は厳しくやった方がいいのかなっていうような気はするんだよね、うん、だからそこら辺のメリハリをつけたいっていうのが三浦監督かもわからないね。あ、だけどいきなり緊張した時にはバントできないとかさ、はい、そういうこともあるし、常に厳しいことをやっとけばバントも成功したのかなっていうようなこともあるしね、うん、はい、だからそこら辺のメリハリはつけては三浦監督はやってたと思うんだけども、一貫してやった方が安定的にその策が決まってくるかなっていうような感じはするんだよね、うん、ただ走らせるタイミングだとか、はい、あ、藤田っていう注目度がある代打を使って一塁ランナー林がスタートするとかさ、まあ、そこら辺は巧みだったなとは思うけどね、うん、はい、だけどそのゲームという厳しさ、そういう中で言えばもうちょっと早くやっとけばもう少し楽になったかなと思う。あ、最後そうですね、戦うにあたって、うん、そうだから、まあそこら辺が俺はちょっとなんか、いや、もうなりふり構わず、まずあいつかっこいい男だからさ、そうですね、なんかもがくのが嫌いなのかなっていうクールですよね。そう、いやいや、そうじゃない今もがかなきゃいつもがくんだみたいな、うん、まあそういうことがあったけどもね。そうなんですね、うん、だけどトータル的には厳しさも出したりだとか、うん、ここで、ね、大丈夫かみたいなところで東を変えてみたりだとか、うん、まあしたことあったけども、まあそれはね、成功していったし、それはやっぱ常に監督が信頼を寄せている選手たちがやっぱこう働いてくれたということだろうね。さあ、A クラスに届かなかった巨人、原監督です。まあそうだな、だから2年連続の B クラスということでね、はい、ただやっぱ重いな、あ、チームの雰囲気が、うん、まあ雰囲気もそうだけども、なんとなくゲームの運びが重いというかさ、ホームランが出た時にはパンパーンと行くんだけども、だから春先に考えてたことと、じゃあ照らし合わせた時には全く違う構想になっちゃったと思うんだよね、はい、そのことが勢いを出せなかった一つの要因かなっていう、うん、
でキャンプにお邪魔していろんな話をね、本当に原監督っていうのはしてくれて、そしたらこうなっていくのかなと思ったら故障があったりだとか、まあ、いろんなことで計算が狂うことばっかりだったんだよね、うん、それとやっぱこう病み上がりで使わなきゃいけない選手もいたり、その選手がずっと出てくれるんだったら、まあ、梶谷とかね、安定的な力も出してくれていい1番バッターになったと思うんだけども、まあ、最終的にはその長野が一番打ったりだとか、はい、あのベテランの力を借りなきゃいけないかって、でも長野もよくやったけどな、長野選手本当な、いやすごいですよ、本当よくやるよな、愚痴も言わずに本当に真面目にやってくれてな、だからそのまま頭下がるけども、やっぱ構想とすれば1、2番に本当に足が使えてみたいなね、まあ、そういう選手をこう置きたかったんだろうけども、思惑が全然もうどんどん外れていくということだよね。結局それが9月になっても思惑外れたまま、なかなか理想形でその9月も行けなかったっていう。そうだね、まあ、9月っていうのはまあ勝負の月だったから、例えばブリンソンがね、横浜スタジアムでもいい、 DeNA 戦で高打率を残してる、でも使い切れないっていうことは、それだけ信頼度が薄いっていうことなんだよね、うん、何かしでかすんじゃないかという、ま、怯えた状態で使わなきゃいけないというね、ギャンブルですよね。まあまあそうだね、だからまあそういうところで信じれる選手、頼りにしてる選手っていうのが、まあ口では全員って言うかもわからないけども、やっぱちょっと心細かったんじゃないだろうかっていうことが言えると思うんだよね、うん、そうですね。もう本当9月はね、その A クラス入りをかけての本当に負けられない戦いの月っていうだけに、そうですね、なかなかうまくいかない、まあ苦しかったと思うよ。そうですね、さあヤクルトの高津監督です。高津監督はね、そうだな、まあちょっと話はしたんだよね。あ、そうなんですね。やっぱ苦しかったと、あ、で思って描いてることが全くやっぱりできてないというね、まあそういう苦しさがあった。いろいろ投手陣の中でも配置転換をしたら、まあ、ここが一つ抜けちゃったとかね、はい、で悪い時の危機管理っていうのはできてたんだけども、だからそれがうまくやっぱ機能しなかったとか、うん、まあ、先発もそう含めてね、まあ、左ピッチャー不足だなやっぱり、はい、強い時っていうのは田口がいろんな場面に出てきたんだよね、はい、それで摘み取ってたんだけども、やっぱ田口を後ろにすることによって左が欲しいっていうのは分かっててもそれができなくなってきたっていう、まあそういうところでやっぱこう計算が狂ってきたのかなっていうような感じがするよね。そうですね、うん、でもだからといってじゃあ誰に抑え候補がいたのかって言ったらやっぱ田口しかいないんだよ、うん、だから苦しかったと思うよ。そう、9月も苦しかったですね。まあ、9月はね、これはまあ春先からそうやって分かってきたことだけども、うん、まあ、顕著にやっぱり9月っていうのは出てしまったのかなという感じがするよ、ね、そうですね、あとはやっぱり9月でじゃあ上のゲーム差一つでも縮めるとかなんとかこうっていうのもしたかったと思うんですけれども、9月もなかなかうまく、やっぱピッチャーがやっぱ崩れるとな、うん、やっぱ中継ぎも使ってもやっぱそこまではいい試合やってても崩れると勢いをなくしてしまったりだとか、うん、でも9月塩見が戻ってきてね、はい、やっぱ彼が戻ってくると違うな勢いが、はい、それもずっと いなかったということ、うん、まあ、だから野手はなんかこう姿を戻しつつあっても、うん、ピッチャーがね、うん、ちょっと苦しいんだな。そうですね、今月特に。そうだ、ね、じゃあ中日の立浪監督です。まあ、そうだな、まあでも続投が決まってね、カリステをねずっとショートに使ったりだとか、はい、来季に向けての、うん、構想は、まあ、ある程度見据え出してきたよね、うん、ピッチャーにしたって松山っていうのがね、まあ、あれだけの力を発揮させてるのはやっぱ使わないとわからないわけだからね、はい、で中地というのをやっぱ経験をさすために投げさせたりとか、うん、ただやっぱこう柳が投げてる時に点取ってほしいよな。いや、まあそこですよ。いや、俺はそこやっぱね、彼は本当に腐らずね、うん、黙って投げ続けてると思うよ、はい、でもね、いつ堪忍袋の尾が切れるかもう心配でしょうがないよ。もう表情見れたりそうですね。お前がええ加減にせよって言いたくなるような、うん、援護点がないっていうのは、まあなあ、まあそうですね、今後の課題というか来シーズンへの課題になってしまいますけどね。まあそうだな、うん、
まあ、例えばその柳にね、相手のピッチャーもいいピッチャーと投げ合ってるんだよね、はい、それは負けず劣らず、むしろもう勝ってるぐらいのピッチングを見せてくれてるんだけどさ、もう1点が致命的になるというかさ、うん、いやそしたら少しローテーションをいじってやって、うん、少し楽なピッチャーと投げさせてやるっていうのも、まあ、一つの手かなというふうには思うけどね。そうですね、うん、あとあの9月に入ってからちょこっとでしたけど、あのブライト・ケンタ選手をまあ使ったりとか、はい、まあ、来シーズンに向けてのあこの選手どうだろうっていうふうなものを試しながら、あそうだ、ね、もうちょっとはっきり出してもいいと思うけどね、はい、我慢して我慢してみたいな、もうないけどね試合はね、はい、ないけど良かったのかなっていうふうには思うね。そうですね、うん、どうしてもあのタイのチームの9月の監督の総評、なかなか難しいっちゃ難しいですよね。難しい、9月は特にいや、まあ、もう9月はもう負けても、うん、来季のこととかね、はい、この選手をちょっと使ってみようとか、うん、来季の構想とかね、はい、でも巨人で言わなかったけども、例えば門脇翔太入れてサード、うん、岡本、はい、で吉川ね、で中田が入るときは岡本レフトとか、うん、まあ、来季の構想っていうのはすごくできてきてるし、はい、巨人にはね、はい、非常に楽しみな内野手になってきたよね。そうですね、うん、巨人はだからうまいよ、うん、本当に戦えるなと思うけども、はい、いかんせん足が遅いからみんな。そうですね、うん、だからまあそこら辺の走力という面をどうやって補っていくのかっていうこともあるし、中日来季の構想といえば特会引っかえとかね、はい、うん、リュークを本当にセカンドで使うのかとか、ここですよね、うん、だからまあいろいろあるけども、はい、まあだけど来季に向かってやってることは確かなのかなっていうふうには思うね。そうですね、はい、さあパリーグ、まあ、優勝したオリックスの中島監督です。いや厳しいな、優勝してなお負けないというね、強い、すごい、なんか優勝した後7連勝かなんかもしてた連勝しましたからね、もう本当に行ったところはなんか貯金は独り占めみたいなね、もう本当そうです、いや本当これすごいなと思うぐらい、うん、やっぱみんなが躍動するというか、はい、で躍動させてるのはやっぱ緩めないということだよね、うん、緊張感を持たせてみたいな、で途中から T 岡田を持ってきたりだとか、うん、いろいろこうクライマックスに向けたりだとか、はい、日本シリーズに向けての準備っていうのは非常に順調には来てると思うよね。そうですよね、うん、特にもう言うことはない、言うことないよ優勝監督はそうですね、言うことないよ、何もかも成功してるから優勝してるんだ。確かに。さあソフトバンクの藤本監督です。9月は、うん、まあ、腹をくくったかなっていうような感じがする。もう最後生き残りをかけてですね、うん、戦力が欠けた時に、うん、いろんな戦略を持って選手を動かしたりだとか、はい、まあ、いろいろしてて、野村大臣にスクイズで点差を広げたりだとか、うん、まあ、いろんな作戦をいろんな用いてて、でシュートを一番に使って変則のダブルスチールみたいなのを仕掛けたりだとか、まあ、ああいうふうな動きが出てくるっていうことはすごくいいことだと思うし、うん、まあ、選手たちが活気づくよね、はい、ソフトバンクの特徴っていうのは足を使えるっていうね、うん、だからそういう自分たちの強みっていうのを全面的にこう押し出しながら戦うようになってきてるよね、うん、だから待ちの姿勢じゃなくて攻めの姿勢になってるというか、はい、そういう変わり身が良かったのかなっていうような感じがするよね、うん、そのなんかいい戦いがこの9月にちょっとできたのかなっていう、まあ、ちょっとできつつあるよね、うん、はい、さあそして楽天の石井監督です。石井監督ね、まあ、石井監督はこういろいろこう打順をね変えながら1、2番打ってるやつを下位に持ってきたり、下位でちょっと調子が上がったら上に持ってきたりだとか、いろいろこう中軸は変えてないんだけども、まあ、そういうところで当たったり当たらなかったりとかしてるけどもね、まあ、相対的にはやっぱよくやってると思うよ、うん、やっぱここまで勢いをつけてきた。毎年その夏場から秋にかけて失速するんだけども、そこを失速させないで頑張らせてるっていうのはね、はい、やっぱいいと思うよね。うん、うん、それにやっぱね選手たちも、まあ、答えるというか、まあ、もちろんあのやっぱり A クラスとかね、はい、順位がまだかかってるから、はい、だからまあそこら辺でも選手の動きっていうのは良かったんだとは思うけども、うん、春先悪かったけどもそこまで持ってきたっていうのはいろんな手腕があったっていうことだよね。ずっと我慢しながらやっぱここって言った時に勝負をどんどんかけていくというか、うん、まあ、そこら辺は9月は見事かなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じがするよ、ね、でその一歩で真逆だったのが多分ロッテの吉井監督だと思うんですけれども、この9月、まあそうだな、調子の悪い時っていうのは吉井監督はあんまりピッチャー出身だし、はい、ピッチャーが頑張らなければっていうことがあったと思うんだけども、ピッチャーが軒並みね、そう
ちょっとダメで、やっぱこう出しちゃいけないフォアボールとかデッドボール、うん、もうそういうものが失点に絡むし、うん、主力が抜けて、はい、ちょっと控え組でメンバーを構成しなきゃいけなくなった。その中でそのポジションもいろいろこう変えなきゃいけなくなった。だから不慣れな部分でのそのミスが出たりだとか、うん、専門家でやってたのにそこからのほころびが出たりだとか、うん、チームの事情っていうのが戦力がダウンすることによっていろいろ変わりながら手がつけられなかったっていうのがそういう状況かなっていうような感じがするよね。特にそのやっぱ9月そのピッチャーで吉井監督っていうと投手出身で、その先発中継ぎの投手の替え時だったりとかがことごとくはまらなかったというか、 なんか見ていてかわいそうというか、うん、まあ、だから連敗食らうんだろうけどもさ、うん、だからここでやっぱりリーダーであったりだとかね、はい、まあ、そういう選手がいればいいんだけどもさ、うん、なかなかこう俺についてこいみたいな、うん、まあ、そういうタイプもいないしね、うん、あとはあと1点っていうのが遠かったりとか残塁に終わったりとか、 なかなか思うように采配振れない。まあまあそれはそうだな、うん、だからまあそこら辺を変えていかなきゃいけないんだけど、変える人もいないっていうかさ、そうですね、ごそっとの、だから本当に苦しかったと思うよ。9月は一番苦しかったでしょうね。いや苦しいよ、順位が下がりましたからね、ドドッと。俺だったら毛がなくなってた全部毛は吉井はまだね、サンサン投げてね、ヒゲ混ぜた加えて、ね、そうですね、はい、いやでも本当に心労がたたった多分9月だったんだろうなって。いや本当だよな、でもよくずっと我慢してると思うよ、表情も変えずに、うん、ですね、やっぱりそういう苦悩の表情だとか、まあ、ミスが出た時に監督の表情っていうのを変えてしまうと、やっぱ選手も動揺するしな、うん、だからそこら辺はじっと一貫して表情を変えないで戦況を見守ってたけどね、はい、うん、だけど耐えたと思うよ。そうですね、なんか選手以上にすごい辛かったのかなと、そうだ、ね、うん、感じます。さあ西武の松井監督です、はい、そうだな、新しい選手をね、うん、積極的に起用するようになったし、はい、まあ、西川とかね、児玉とかもそうだし、まあ、児玉は外崎がね途中でちょっと離脱したこともあって、まあ、児玉を使ってみたらよかったとかね、まあ、いろいろ来季に向けて、まあ、新しい戦力というか、うん、そういう選手たちが頭角を現してきているというかね、うん、まあ、そういうことは言えると思うんだよね、はい、でピッチャーはもともといいからさ、うん、あれだけど、だから隅田とかでも、うん、投げてていや抜群だなって、でも崩れかけてても、はい、変えようとしないもんね。あー松井監督、ここをお前修羅場くぐり抜けてみろみたいな、うん、それでやられるんだけどさ、でもそれは隅田も分かっていて、来季そういう課題に取り組んでほしいっていう気持ちもあっての続投でずっと我慢してるんだと思うけどね、うん、だからそういう意味では本当に完全に来季を見据えながら戦っていってる姿っていうのはあるのかなっていうような感じがする、うん、それが9月ちょっとまあ垣間見えたというか、まあそうだね、うん、まあ、来季に期待かなっていうような感じがする。そうですね、はい、まあ、でもなかなかね上との差が縮まらなかったっていう、縮まりそう、まあ、さあ打てなかったからな、うん、ここに来てやっとなんかちょっと打てる形というか、ただやっぱおかわり君とかが同点ホームラン打ったり決勝点叩き出したりとか、はい、栗山もそうだよね、うん、だからこのベテランに頼ってるようじゃまだまだだよっていう、そこですね、うん、この2人にとって変わる人間が本当にバーンと出てこないと引退なんてできないよこの2人。いやまだちょっと無理っぽいですね、引退できないよ、もう50ぐらいはできない。そんなに、まあ、もっと早く出てきてほしいですね新人とか。いやだからもうやめるにやめれなくなった。そうですね、そこ押しのけるぐらいの選手がやっぱり、もう2人はもうお金も貯まっちゃっても野球やめてもいいぐらいなんだ。まだ無理ですね、まだ無理な、そんな状況ですね。そうそうそう、さあ日本ハム続投決まりました、新庄監督です、はい、面白いよね、9月でもやっぱ面白い野球、どんなにあこれはへこたれるなって言った時でも向かっていく姿勢は崩さないというか、はい、崩させないというかね、うん、だからすごくいいと思うよね、うん、だ一貫してその一緒に戦ってるっていう姿もあるし、はい、で選手にも考えさせてるっていうこともあるし、うん、その勝つっていうことはどういうことか、どういう思考を持たなきゃ勝てないかっていうこともやっぱ植え付けていってるしね、はい、だからあんまりこう最近は変えなくなってるというか、うん、ただしその初ホームランの人間がポンポンと出たりだとか、ね、はい、そうですね、下から
上げてきた選手が打つ。そうそうそう、だからそういう意味では選手の層を徐々にこう広げてるというかさ、うん、厚くしてるというか、うん、そういう9月だったよね。そうですね、うん、だから最下位になっても全然未来はなんか見えているというか、うんうん、明るい、光ってるよっていう、そういう感じさせ方っていうのはすごくいいと思う。そうですね、うんうん、9月でもそういう楽しみになれるような、そうだね、はい、野球をやってくださったのかなと思います、はいはい、まあね、12チームの監督、9月のちょっと総評を駆け足でお送りしましたけれども、はい、まあね、多分10月は1年間通しての総評になるかもしれないんですけれども、濃いですよ、濃いな濃いですよ、3時間の動画になるんじゃない3時間そんなないそんなですね、はい、いやでもね、9月ね、明暗がね、分かれた監督もいますし、まあそうだな、まあ、これは勝負事だから、はい、まあ仕方ないし、その時の運とか、はい、まあ、その時の状態っていうのもあるからね、うん、これはもうなかなかこう厳しいものはあるけどもね、はい、まあ、だけど危機管理がどのぐらいできてたかっていうね、はい、まあ、そういうこともあるよね。そうですね、はい。